昭和の格闘ゲームっていうか、昭和に格闘ゲームはないないんですけどね、空手道ぐらいしかないんですけどね。はい、おはようございます。はい、ストリートファイターカーニバル6、3日目第1種目バトルクロノ大会ということで、行っていきたいかなと、昭和の街頭テレビを意識して白黒配信というような形になっておりますが昭和に格闘ゲームはございませんけどね。じゃあ竹庵と岩尾さんじゃんけんをお願いします。ワンピーツーピー決めてください。ブラッシーとか力道山の時代ですね、街頭テレビですね。じゃあワンピー側岩尾、ツーピー側竹庵、じゃあ試合の方始めるんだ。それではカーニバル6、3日目、バトルクロの大会、じゃあ始めたいと思います。いやー、同キャラ、あ、違う、まだ乱入してないか。乱入してください。はい、いや、乱入してください。スタートボタンを押してくれれば、はい、大丈夫ですよ。さすがにカラーにしますよね。カラー、はい、はい、カラーにします。さあ、これでいきますか。ワンピー側が、相撲、ハイブリッド相撲となっておりました、はい、で、ツーピー側、優勝候補の竹谷、先ほどもなんか連勝してましたけど、電気あんま使いというようなことになって、充実使い、ゆきちゃんということで、さあ、三重県からピンちゃん、どこが充実やねん。はい、館長、ビシッこれでダウンするのが面白いです。ズビュッとダウンしていきましたね、今、お相撲さんが。さあ、2ラウンド目、まあ、このゲームはお、ドロップキック、さすが柔術、ダウンを奪っていく柔術名物ドロップキック、しっかり決まっていくぞ。さあ、おっと、ジョー、お前、お相撲さんがジャンプキックはやべえだろうって感じですが、さあ、ハイブリッド相撲の使い手、三辻さんでございますね。三辻さんといえば、あのバブルボブルを制作したMTJ 氏がこんな姿で格闘家になっているというような流れで、でかいですね。でかいですね。バブルボブル、レインボーアイランド、そういったあたりのゲームをね、作っておりましたが、さあ、殴っていく、関係ないですね、全然。さあ、差し合い、どのようにして、お、ジャンピック、お、これが現代の相撲だよと言いばかりの、あ、ピヨッタ、あ、死んだか、ダメだ、これで1-1。まあ、総合格闘技と呼ばれている、まあ、今、ミッツドマーシャルアーツ、MMA と呼ばれている、ジャンルが確立する前の、格闘技を意識したゲームということで、微妙に中途半端ですね、UWF とかリングス的な、まあ、異種格闘技戦という主語がよく似合うゲームになっておりますね。当時は K-1 とかそういうのが出始めの、ね、出始めの時期ですね。まだ MMA、はい、ミックスドマーシャルアーツはなかった時代の、総合格闘技という言葉が、ふわふわしてた頃のやつです。さあ、竹庵が、さあ、竹庵体力リード、さあ、ビンタビンタ、そうですね、コッポ流行ってそうですね、堀部、あ、さあ竹庵勝利、お見事。はい、じゃあ、エンテイとギザメ、はい、エンテイ君とギザメ選手、じゃあお願いします。そのピンクのボタンでクレジット2個入れてください。ピンクのボタンでクレジットを入れてくださいね。さあ、ワンピー側が、ギザメ選手、ホモですね、はい、そんでエンテイが、ボクサーと、フォアマンっぽい感じのボクサー。さあ、おー、いいですね、このホモ、まあ、いわゆるウルトラセブン、ウルトラアイをつけているウルトラセブンが、格闘技の世界に来たというようなところで、さあ、ダンはちょっとクソムーブが若干あるんでね、その辺ちょっと使いこなしていきたいところですが、減らないんですけどね。まあ、減らないですけどね、はい、あ、それそれそれ、これですね、クソムーブ、肘減らないんですよね。一応相手の動きは止めることはできるんですけどね。さあ、完走できるんでしょうか。いや、僕はボクサー我慢してる。さあ、まずは1ラウンド取っていく。素晴らしいですね、諸星団、早く巨大化してアイスラッガーを放てワイドショット、アイスラッカー、エミリウム光線、AB、いろいろ技揃ってるウルトラセブンでございます。カプセル怪獣、カプセル怪獣3体揃ってるんで、カプセル怪獣出してやられるんだから、最初からお前だけやって感じですよね、ウルトラセブン。よくわかんないですね。アギラがすごいマニアックで、たまに出てくるとうれしいみたいな、ヤタパンダ並みにレアでしたよね、あいつね。さあ、殴っていく、あー、強えな、エンテ、お見事。
じゃあ戻りますか、はい、適当とタケアン、はい、じゃあ適当とタケアン、これ SFC の、リクエストワークですか、このゲームは。タケアンのリクエスト、タケアンのリクエスト、基盤を持ってるタケアンのリクエストですね。さあじゃあタケアン、自作自演がうまくいくんでしょうか。ワンピー側が適当、ツーピー側が適当、まだ動かしてない、買っただけ、練習してねえのかと。イメージトレーニング的な。あ、はい。でタケアン、麻雀のね、はい、ホットギミックも買って、あ、ホットギミック最強ファンですね。家がだんだん最強に最強ファンになっているというところで、ガンバードも買ってください、お願いしますね。さあ、オート無栄対、適当くんはこの新作くんですね新作ですかね。この下段強いですね。まずは段を奪っていく。コンボはただ入るんですけど、一発一発がちょっと減りにくいという。なるほど。さあビンタからの艦長、お見事、一歩選手。さあ最強マニアへの道を続々と。そうですね、まあ、最強と言われている月刊 M 会社は、まあ、いわゆるそのシューティングゲームでストライカーズ1945、ガンバード、ソノークエースブレード、はい、こういったゲームで有名なんですが、実はアーケードゲーム参入第一弾はこのゲーム、格闘ゲームだったという、裏がありますが、まあ、これと堕落天使2つ格闘ゲームをね、はい、世に残しております。おーる、あ、これはシュートボクサーなんですね。シュートボクシング的な感じ、投げがあるんですね、こいつ。キックじゃないですね。キックだけではないよと、投げがあるんだ、俺だって。さあ、パンチを入れていく。さあ、おーと、うまい、なんだそれ。タイガー兄がよくわからない角度でヒット。そしてドロップキック、まだわからない。あと一発、あと一発、ファイブノックダウン。あー、小手が入った。勝ったのは竹、お見事。じゃあ次、鳴沢優衣と暇人ですね。はい、鳴沢優衣、暇人お願いします。このキャラのアップの絵がさ、なんか最強ってビデオシステムから分かれたあれなんですけど、なんかビデオシステムのそのファイナルロマンスの初期の絵みたいな感じで、エロバージョンを彷彿させるっていうね。初期のファイナルロマンスはあれですからね。そして金髪マニアの鳴沢優衣、ワンピー、そしてターミネーターからシュワルツネッガー、ついに参戦となっておりますね。ちょっと鳴沢君にしては珍しい。そうですね、エルフ見てるかという感じでしょうか。さあ、おお、強いですね鳴沢君。これは一応、まあ、さっきのユキとコンパチキャラになっているという設定らしいですけどね。さあ、それに対して T8P という謎のこの方いわゆるターミネーター的なリックフライト、リックフライト、なんかサイボーグ的な感じですよね。勝った、勝った、シュワルツネッガー頑張れ。エルフがハリウッドに勝つ、ハリウッドに勝つ、今あのリーチですね。いや、新しいターミネーターが微妙でしたね。本当に微妙でした。勝手にやれよって感じでしたね、見ててもうなんか疲れる。あ、あ、エルフ勝った、お見事。お前に行くね、ナルサユイ勝利。強いですね。じゃあヨス対フワク、ヨスさん、ウルフタオ、フワク相撲お願いします。ワンピがヨス、ツーピがフワク、じゃあ試合の方を開始。あのヨスさん、あのピンクのボタンでクレジット入れてあげてください。 2個入れて、はい。お、出たコマンドサンボからボルグハン、あ、来ましたね、ウルフでしたそして、お相撲さんが、ハイブリッド相撲がフワクさんとなっております。さあ、ボルクハン現るということでね。おお、かっこいいですね、その下段旋風脚、どこで覚えたんだそれ。さあ、まずはワンダウン。さあ、ボルクハン頑張れ。おお、すげえ、落としてダウンを奪っていく怪しいムーブ、ダッシュで近寄って、ここは旋風脚しっかりガードしていく。ボルクハンといえばね、飛びつき逆十字、ビクトル投げからの足関節を取るとかね、すごいいい技をね、当時リングスに、輸入してくれました。さあ、ボルクハン、まず一歩選手。あ、ボルクハンじゃない、ボルクハンじゃないの、スタローンなのなんかスタローンっぽいような感じですけどまあ前田選手と、やった試合はすごい、最初のデビュー戦はボルクハンの試合良かったですよ。さあ、どうだ、ビンタから足払い、さあダウンを奪っていく。あ、おお、壊した。さあ、ボディープロ、このゲームはシステム上
同じ技を使い続けると技の威力が減っていくという、非常に珍しいシステムを利用してて、まあ、いろんな技をセイントシステム、そうですね同じ技はセイントには通用しないということでなるべく違う技もこう振っていくというような感じになってますね。まあ主に必殺技が露骨に、あ、そうですね、はい、威力が減りますね。さあビシビシと張り手が入った。なんでこれ土俵で戦ってんのかっていうなんか疑問が残ります。あ、来たね、これ同じですね。あ、さあ基礎ムーブからピヨって裏剣バックハンドブロー決めていく。ボルクハンビンタかな、あぶね。さあ大足が入った。ここでダウンを奪う。おっと、ここで裏回り。さあここで大足からの旋風逆、これがハイブリッド相撲だ、ハリマ王ということで。おお、勝った。勝ったのはフェアとムシ。じゃあフェアとムシ、はい、じゃあフェア君とムシさんお願いします。軍人なんぞやめて関取になれと、余計なお世話だっていうか、うん、ホットギミックはね、あのフォーエバーっていうやつがおすすめです。はい、まあ、あの未来永劫はちょっとタイプ X なんでちょいろいろめんどくさいじゃないですか、31キロのみですし、あのフォーエバーってやつがおすすめですね。さあワンピ側がダン、ホモ、もう一人出てきましたね。おムッシー君、そしてフェア君が、新作でですね。さんが選んだってことはなんか新しいの見かったんですか、ね、なんか新しいクソムーブがあるのかもしれませんね。クソムーブ対クソムーブ、おっと空中で技が交錯、えらい段の体力が減りましたけどね。さあ大キック対空、なんか差し合い芸と思いつつきっちりこういった対空もあると、非常に珍しいタイプのゲームになってますが、ダウンで仕切り直すのは何なんですかね、これね、よくわかんないですよね。UWF ファンだったんですかね見てる人がさあローキック開いた。まずは一本選手フェア、竜の遺伝子を、竜の遺伝子を、竜ゲノムをね、ゲームに取り入れたかったのかもしれませんね。あれですからね、でもそんなこと言ったってゲームのテンポ考えろよみたいな感じですけどね。さあパンチから、さあ空対空が刺さる。諸星ダン、そうですね、仮に諸星ダンと言っておきましょうみたいなね、第一話そんな怪しいやつ信じるかよって話なんですけどねさあなぜかウルトラ系みたいに入ってしまったというような形になっております。それ何それ何、いっぱい減るんだけど、バギ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 、終わりなんです、ね、あー、さあどうだ。さあダウン、どのように攻める。ここはフェアがリーチを取ってる、なんか地味に差し合いやってるように見えるんですけど、どうなんですかね。そう返していった角半、エラー減ったぞ。おおと飛び蹴り空対空か、ロケッティアがこのゲームには存在すると。さあ空中から攻める。さあ、おお、なんだそれおお、ハイキック入ってしまった。そしてロー、重いローが刺さってカットなフェア、お見事慎吾となる。はい、じゃあ慎吾となる、お願いします。なんだいそのコスチュームは、見かけ倒しかいということで。1ピガーシンゴ、2ピガーナル、ナルもこのゲーム強いですよね。初代バトルクロートと呼ばれているナル、ナルはボクサー、そしてシンゴは先ほどの、艦長使いですね。前回大会のチャンピオンは、タケアンですけど、タケアンですね、その前はナル。ナルも先ほどね、ショガリしてましたからね、18連勝ぐらいね。ショガリってでもやってるやつ20言ってたっけこのゲームの20連勝とか2010、ああ決まった、艦長でダウン奪う。艦長は立派な柔術の技ということでね、グレイシー柔術の教本にもそれ載ってるんじゃないかと思われる。艦長と電気ヤンマが、オフィシャル技になっているこのユキというキャラクターとなってますけど、かつてのコンデコマも使える、コンデコマもそうですね、木村雅彦もびっくりしたと言われる艦長攻撃ということでああ、ジャンプパンチ、今村できるパンチを使える、これはあれですね、このボクサーに技を教えたのはマインさんですねジャンプパンチ、今村できるパンチ。さあここはワンツーアッパーボディブロー返してパンチパンチ、おおすごい、やっぴよった、これはボディに入る、なんだこの技、減る、ババババババッと、
なる強いなぁ。さあ残影剣返したかくん、ボディブロ勝ったらなる。さすがバトルクロート、お見事。じゃあ昆布、昆布とババ、はい、じゃあ昆布さんとババくん、天使のような顔してなんて恐ろしいやつだ。これ勝利メッセージがさ雑でいいよね。雑ですね、ほんとに。なんか素人臭くてさ面白いよね。ワンピガババ、ツーピガバ、コンブ。じゃあ試合の方始めてくれ。またもワンピガボクサー、試合展開が早い、早いです。いい出来、いい読みですね。あ、違かった、ジョン、ジョン、ツーピガの方ですね、で、ワンピガがなんかアンディフグっぽい空手家ですね。でも色違いですね、完全に。あ、そうですね、色違いですね。金髪の、先ほどの前田選手、新作選手があれですね、のコンパチキャラジョンとなっておりますね。若干技の性能違うんですけどね。さあまずはアンディ半分奪って、おおすげえぞ、大車輪キックからのかかと落とし、打撃でダメージを与えてダウンを奪っていく。さあここはコンブガードして、おっとここはジャブが入って、まず一本選手、さあ2ラウンド目、さあローキック返していく、今の、おー大車輪キック返していく、ちょっとダウン奪えませんでしたね。これですね、セイントシステム、先ほどダウンを奪えたのに奪えなくなるというようなところでね、ダメージがちょっと少なくなると。さあアーディフグ頑張れ、天国で本物が応援してるぞ。さあ回転回し蹴り、上段回し蹴り、さあダウン奪う、体力リード、コンブ、おおかっけー、ハイキック、かかと落としですかね、勝ったなコンブ、お見事。アーサーと日暮らし、アーサー対日暮らし、じゃあお願いします。君とは友達になれそうだ。じゃあ1ピガ日暮らし、2ピガはアーサー、じゃあ試合の方始めてください。お、シュワルツネッガーまた来ましたね。そして日暮らしはボクサーとなっております。ビッグ、お、あれですね、背景がちょっとサイバー、何でしたっけ、サイバーダインじゃなくて、何でしたっけ、サイバーダインでいいんじゃない、そうですね、そんな感じの背景になっておりますが、さあストレートが入った、ダウンを奪う。さあこのボクサーいいですね、アウトボクシングに徹する日暮らし、さあ攪拌、なぜかこのシュワルツネッガーが小帝なのがいいですよね。何なのお前はっていうね、リングスかっていうね。あーバックアンドブロー、これでダウンを奪う。さあここで、さあ差し合い、おボディブロードロップキック、ここは空を切る、ショーテ下段で返してバックジャンプ、今村できるパンチはリックも使えるみたいですね。さあ対空からボディブロー、しかしあまり減らない、セイントシステムが効いてますね。技を使い続けると技の威力が減ってしまう、アッパー一戦、ここはリック、まず一歩選手。前世紀のマイク・タイソンの試合を今 YouTube とかで見るとですね、はい、右のアッパーがすごい上手いですね。 あれで大がやられてるね、みんなね、すごい速くて四角からブンって入ってさ、すごいなーなんて思いますけど。さあジャンプ攻撃、ここはガードしていく、シュワルツネッガー T800、 いや T8P でしたね、何の略だ。何の略ですよね、分かんないですけどね。さあここはドロップキック、ここは見せ技だった、ストレート返しが引き出し、おおストレート入った、ボディブロー、ボディブローの威力がセイントシステムで若干減っているが、ここはおお何あれ超減った、すごい威力だ T800、 ボディブロー使いやすい技を駆使して引き出し、まずは勝利。もしかしたら800の P なんですかね。ああなるほど、まあ、800ね、800の読み方。なるほど、エンテイと高専レオ、はい、レオ君対エンテイ君、じゃあお願いします。さあ1回戦最終試合ということで、1回戦最終試合です、これでベスト8が全て揃う。じゃあワンピが高専レオ、ツーピがエンテイ、高専レオは何ですか、アンディフグ、モドキ、そして、ボクサーゲフ、エンテイ、空手対ボクシングとなっておりますが、さあかかと落とし、ボディブロー、さあ下段パンチからのボディ、さあ小手2段で入った、まずはダウンを奪っていく、そうと、まずは大車輪キック当てていく、今村できるパンチからのコンボ、あれ繋がってるんですかね、繋がるんですよあれ。なるほど、
できるパンチからあの地上の必殺技がつながるんで、なるほどね、あれをうまく使っていきたいところなんです。なるほどなるほど。さあここは下段パンチからアッパー、2段を決めていく。しかしワンツー返していく。打撃戦、壮絶な打撃戦。おお、ストレート、ー入った。ちょっとそれっぽい格ゲー、それっぽい格ゲーっぽかったですね、今ね、ちょっとブリキっぽい感じで。一歩選手交戦だよ。さあ今度は左の左のフックですね、フックが入っていく。まあね、いわゆるその、まあ、敗戦して GHQ にまあいろいろこう日本は制限されてしまい、プロ格闘技の世界以外ではちょっとフルコンタクトで試合をするってことはなかなかなくてですね、まあ、その辺は制度改革、あ、まあ極真もやってましたけど、制度改革がね、K1 というジャンルで、見せてくれたと。空手家なのにローキックもハイキックもしなる蹴りも使うというようなところで、あはっ とこれがコンボだ、ね、さあこれで1-1。マンディフーグ選手人気ありましたよね。僕はちょっと早死にしちゃったのは階級のせいじゃないかなと勝手に思ってるんですけどね、もう一個下だったんじゃないかなと思うんですよね。まあそんなこと今から言ってもしょうがないので、第3回の K1 はアンディ・フーが確か優勝してるからと思いますね。実際は白血病でしたっけ、だとかっこよかったですよね。さあそれで終わった。お返したミドルキック、うまい。さあ今村できるパンチからのこの連続、あ強いですねこの連続技。さあダウン奪われる、ボス量大丈夫か。大車にキックから前蹴り、トーキック、おめえかぶせた、あー攪拌、勝ったのはエンテ、お見事。さあエンテ勝利。タケアンと鳴沢優衣、はい、じゃあ鳴沢君とタケアンお願いします。充実家同士の戦いですかね、艦長か電気ハンマーか、強いのはどっちだ。さあ鳴沢優衣が金髪、そしてタケアンが、ユキと日本人ですね、同キャラ戦ということで、凄まじい寝技の応酬が見えると思いきや出るのは艦長電気ハンマー残影剣ですよ、ドロップキックとな。ストレート返していく。こういうスパッツ対決の時にビブンさんがいないと、そうですね、スパッツマニアとしてはこれはなぜ外してしまうのかよくわからないですね。さあここはタケアンがまずダウンを奪って優勢に展開していく。さあエルボーからビンタ、そして艦長女子にも効くんですねということで、一本選手はタケアン、すごいです、 KO でしちゃうんですから艦長で。さあ1ラウンド、これ鳴沢優衣頑張ったし、なんとしてでもエルフに、同級生3を出させるためにこのまま戦えない、負けられない戦い。さあミドルのパンチが入る、残影剣で近寄って下段、ここは読んでいた、しっかりガード、中盤返していく、聖剣好きしっかり返していきます。さあ体力同じぐらいでしょうか、鳴沢優衣、おっとハイキックが入った、あー白虎が入ってダウン奪われる。さあジャンプのかかと落とし、パンチは大パンを避けられたけどピンタで竹谷勝利、お見事。フワクとフェア、じゃあフワクさんとフェア君お願いします。さあフェア選手はここも MIA をね布教するたび負けられない戦いですからね。じゃあワンピガーフワク、ツーピガーフェア、ちょっとフェア選手のこの新作選手のなんかムーブがちょっと見たいですよね。さあ張り手が一発まず入っている張り魔王、やっぱりフェアさんが使うってなるとね、何かあるのかなって、おっ掴んで投げする、さあファーストダウン取られてしまう。さあ旋風脚、そしてビンタ、もう対空が強い。さあもう一回張り手、そしてジャンプしたところに旋風脚が置いてある。技強いけど暴発すると、ああなるほどね、危ない危ない、これですね、空中からパンチ連打、しかし返されてしまう、ダウン奪う。
まあこの力士がキックを使うっていう斬新なゲームになってますからね。さあタイガーに当てていく。さあ一回後ろに下がって様子を見ていく。新作危ない。ローキック、もう一回。とりあえず3ダウン取っても勝ちですからね。そうですね。おーっとビンタが入った。そうか、3ノックダウン制でしたっけこれ、ええ、一応そういうテクニカルノックアウトがあるわけですね。 TKO があるわけですね。珍しいゲームですね。あービンタ。さあ慎重に慎重に、ここはフェア君差し合いを制したいところ。でもリーチで勝てる技がなさそうに見えるんですけど、どうなんでしょうか。あー旋風客ガードした。格安はあったー。ローキックいや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 、ちょっと格闘技っぽかったですね今ね。おっとダッシュストレート、ローキック返していく。かかととし体育で落とされる。さあお体育、非常に体育性能が高いこのお相撲さん。ハイブリッド相撲、おっ頭突きか、かわいした。バチキを入れてくる。さあダッシュストレート、ガードした、投げた。まだある、ダウン、まだあるぞ、あるぞこれは。あーあータイガーに、タイガーエルボーか、避けられた。おまい、空中からのコンボ、下段ガードしていく。あ威力が下がったような気がしますね。セイントシステム、バトルクロード通用しない。おハイキック一戦いいダメージ。さあ差し合いだ、どっちが勝つんだ。あータイガーに勝ったのフェア、お見事。ナルト昆布、はい、じゃあナルト昆布試合です。あ、ちょっと枠を取り直しますね、ニコニコ。いやー素晴らしい格闘技の試合みたいな感じでした。さあ優勝候補の一人ナル 2P 側へ、 1P 側昆布。はい、じゃあ始めちゃってください。あ、いいよ始めてください、お願いします。今日は珍しくカラーで中継できたということでね、会場の方が白黒になって、会場は白黒です、普通会場を優先するんじゃないかっていうところはありますけど、じゃあ 1P 側が、コンブ、 2P 側がナル。さあアンディフグ対、フォアマン的な感じの夢の対決。ワッパー入った。さあバトルクロート、おーやります。まずは体力を奪っていく。さあジャンプ、今村できるパンチからの連続技、強い。先ほどやっぱ20連勝伊達じゃないですね。さあなる、おしっこ勢来ましたね、おしっこ勢、スパッツおしっこ勢来ましたね、スパッツおしっこ勢来ましたね。さあここはストレートガードしていくアンディフグ、裏剣が入った、なかなかのエリー、ローキック、ボディーブロー。いやなる強えな今村ですかね、今村、あ返した、お返した、あロケティア、ロケティア、ストレート、あーそれ繋がる、勝ったのはナル、お見事。さあナル、そして日暮とエンテ、はい、じゃあ日暮君とエンテ君試合でございます。今のところ柔術家、そしてムエタイ、ムエタイ、ボクサーが残っていると、うん、そしてここも、ボクサー、ボクサーですね、同キャラできないので分け合ってください、分け合ってください、分け合ってください、お願いします。そうです、このゲーム同キャラできません。おっとボクシング対ボクシング、じゃあボクシングの試合やれよって感じですよねまあそれ言っちゃうとね、プライドでプロレスラー同士が戦ってるのもプロレスでいいじゃんって話になっちゃうんですけど、さあいろいろ台無し、いろいろ台無しでなってしまうということで、さあアッパーが入った。サイボーグ勢は滅びましたね、滅びましたね、滅びましたね。さあワンピが日暮が体力リード、ジャンプ今村からのジャブジャブ、アッパー繋いでいく。このゲーム連続技がやっぱ地味にあるんですね。おーっと掴んでボディブロー、このヘリ、パワーゲイザーもびっくりのヘリさあストレート、ストレート削っていく。さあジェフ、あー速いパンチ、ストレート入った。一本選手日暮。さあダッシュのボディ、ハラパン、ハラパン対決という感じでしょうかね。さあ今村からアッパー、この今村で消えるパンチを軸に攻めるっていう感じなんですね、ボクサー。おストレート、体育、ストレート、さあダウンワウ、
なんとか飛ばせないように。そうですね、このゲームは、先ほど、言った通り3回ダウンすると TKO 勝ちとなって、大体3回ダウンする前に、まあ、死んじゃうんですよね。死んじゃうんですけど、ね、なんか調整してないんですよね、だからね。さあじりじりとどのようにパンチを当てていくか。おお、うまい、早いな、あの下段。さあストレート、かくはんなかった、これは、いや、ここもなかった。さあ日暮らし体力リード。おっと今村からジャクジャク大やる、うめえ。勝ったのは日暮らし、お見事。いや準決勝第1試合、竹やん対フェア君、フェアですね、はい。さあ柔術対、キックボクシングというかシュートボクシングというか、クレイジー柔術、クレイジー柔術。さあ、ピンクでクレイジー柔術ですね。あ、竹谷ピンクの、うん、ボタン割り。でワンピー側、クレイジー柔術竹谷と、そしてムエタイかシュートボクシングか、新作、フェア君となっております。お、返した残影拳タイガーにハイキックで返す、大パンはヒット。そして下段出足払い、ここでダウンボール。いやー充実らしい打撃ですね。関係ない、飛んでった、飛んでった、あの飛んでったの弱いですね、当たってもダウンしませんでしたね。さあ大パン体育、まずはここは手堅く一本選手充実かユキ。さあおっと大パンから違って、あー対岸に避けられた、二段回し蹴りジャンプパンチか、あーこれは館長が開いてしまった。さあこれはやばい、3年殺しクレイジー充実奥義、館長が入りましたね。ちょっとこれはやばいですね、今もうお尻真っ赤かですよ。あー出来山開いてしまった、気持ちよく昇天、勝ったのは竹谷、お見事。というわけで準決勝第2試合、なる対日暮らし、 1P が日暮らし、 2P がなる、強いのはどっちだと。じゃあ順当に竹谷となるがまだ残ってるというような感じですね。さあここもボクサーが残ると、やっぱりボクサーは使いやすいのかもしれませんね。さあ今村できるパンチ、お互い今村できるパンチを使いこなしていく、アッパーストレート、今村できるパンチが軸になる、謎のこのハイブリッドボクシング、あぶれ、あーピオタ、それはまずい、腹パンだ、ダウンを奪う、あぶれ。さあジャクジャク大、ここは繋がらなかった、ジャブで返して一本選手なる。だからさ、テクニカルノックアウトもさ、ラウンドマン対でもカウントしてくれればよかったんだね。あ、まあそうなんだ、まあそれだとすぐ終わっちゃうけどね、まあね。さあここはできるパンチ返していく、あーこれ減るな。さあ日暮らしピンチ、日暮らしピンチ、ストレート返していくか、あーかくはん、やばいな、なる情報量がすごいですね。どこで練習してるんだバトルクロード、なる普段動いてないのに、普段味方では動いてません、こんなゲーム。できるパンチアッパー、かくはん外した、ボディブロー、これで1-1。さあラウンド3までもつれ込んだぞ。なるか日暮らしか、できるパンチ体育で返して、できるパンチ、あーガードを解いた瞬間に、いやかくはん返してアッパー。さあできるパンチでダウン、なる体力リード、でもこのゲーム一発、おほほストレート、しっかりカウンターで技を当てていく、おー当たっちゃった、繋がってない返した、さあしアッパー減るなおい、あーまずい、それまずい、ダウンオーバー、まだ分からない、出しストレート、ここは空を切る、今村できるパンチ、ストレートで返して、あー今村できるパンチやばい、あーストレート入った、勝ったのは日暮らし、なる敗れる。
じゃあ決勝戦です。はい、じゃあストリートファイターカーニバル6、3日目、第1種目バトルクロール大会決勝戦始めたいと思います。タケヤン対日暮らし、じゃあ試合の方始めてください。いやー、なる残念でしたね。この2人か、この2人なんですね。そうですね、木曜日の男と、ま、木曜日の男、親友同士ということで、じゃあ 1P 側日暮らし、2P 側タケヤンとなっておりますね。まあ、タケヤンとしてはこの、あと控えているポリサム大会も取りたいと。なので今日は割とタケヤンポイント取りに来てるような感じのあれかもしれませんね。さあ日暮らしのできるパンチ、ここはタケヤンしっかりガードしていく。最後の試合、さあ残影剣、まずは笠谷大パンチが当たってダウンを奪う。ボクサーと打撃で立ち向かうこの女子、素晴らしいですね。さあ館長や電気ヤンマはボクサーに果たして効くんでしょうか。注目が集まるこのクレイジー充実。あー、ピオタやばいんじゃないのこれ。さあ投げてストレート、浮かせてストレート、素晴らしい日暮らし一方選手、すごいですね。さあ大パン、むちゃくちゃな技でしたね。さあ残影剣放っていくが、ここはあー今村できるまで、あーこれはクレイジー充実奥義館長ダウンを奪う。さあまだわからない残影剣、もう一発、一試合に二度決めた。しかしもうこれであのあれですね、ボクサーのケツの穴が硬くなっているのでだいぶ減らなくなる感じですよね。3ラウンド目締まりが良くなってる感じですよね。さあ2度、3度目の館長は減るんでしょうか。これちょっと電気アンマーに切り替えるしかないですね。さあストレート下段が入る。さあ泣いても笑ってもファイナルラウンド、あー電気アンマーどうだ、もっとやってくれって感じでしょうか。ボクサーからダウンを奪う。さあ電気が入ってもう一度3度目の館長、あーでも減りますね、十分ですね。致死量には至ってませんが十分効果的なダメージ与えるんじゃないですか。残影剣読まれた、アッパーしっかりガード。さあ差し合いを制するのはどっちだ。ワンピーが引き出し、あー残影剣、あー白子が入った、勝ったのはタケヤン、自作自演成功、優勝おめでとう。くそこいつの勝利メッセージ。じゃあ白黒で、はい、じゃあ放送席日のインタビューでございます。はい、じゃあバトルクロートのタケヤンです、優勝おめでとうございます。ありがとうございます、はい、どうですか今日の試合振り返って。いや日暮さんが決勝に残るとは思いませんでした、ね、ああ日暮君もこういうわけのわかんないゲームうまいですからね。そうですね、クソゲーハンターですかね。クソゲーハンター、はい、いいですねクソゲーハンター。すごい、このゲームみんなどこで練習してるんですか。めちゃめちゃうまいんですけどみんな。たまにミカドさんでフリップやらせてもらってますけど。ああイベントやってるんですね、うん、でも誰かが主催して、うん、まあでも結構や物珍しさでやってくれるんですよ。なるほどね、このゲームはいいですよね、ボタンをこう長押しして技が出せるということで。そうですね、だんだん、うん、手がしびれてきます。しびれてくる、分かる。ちょっと特殊な立ち回りが必要になってくる。ずっとバイソンやってるみたいな感じ。そうですね、そうですね。で、これちなみにさ、はい、充実のユキとさ、ボクサーだとどっちが強いと思う？みんな言うと思うんですけど、ボクサーの方が強いと思います。火力面でもそうだし、ただユキは使いやすい技が揃ってるんで。そうだね、あとはもうみんなに館長とか電気ヤンマ見せたいだけなんですよ。なるほどね、俺が館長電気ヤンマの威力を、ね、凄まじやクレイジー呪術を布教するために出しているというような感じで、はい、あれカーニバルは優勝初今回。あーそうですね、特に狙ってない、今回ちょっと初参加。そう、そうかそうです、今月は初参加ですね。そうかそうか、はい、じゃあまあこの後ポリサムも控えてますんで、そうですね、できれば 2冠できるようによろしくお願いします。これも久々にやるんですけど。そうだよね、はい、動いてないからね。はい、というわけで優勝したタケヤンでした、みんな拍手ありがとうございました、おめでとう。君に電撃電気ヤンマーを食らっ…ね、電気ヤンマー食らってもっとやってくれって感じでしょうね、あれね、だからあんな減るんでしょうね。はい、じゃあバトルクロール大会、まあ、たまに味方で動いてるらしいのでよかったら皆さんこのゲーム実は操作系が、そんなに難しくないので、みんなもボクサー使って腹パンやってくださいというわけで、バトルクロール大会以上終了、ありがとうございました。じゃあ続いて、ポリサム大会準備ができ次第始めたいと思いますので今しばらくお待ちください。